ニンニクの収穫終わりました。それがね、よいしょ、これね、なんかもうすごい髪の毛みたいになってるけど、ニンニクのメデューサみたいなね。で、大きさ的にはまあ大体 M サイズとかかな、スーパーで売ってるもの見ればね。うん、まあ1個100円とかそんな感じかな。で、大体300個あるんで、300個ね。で、これを今からね、干すようにちょっと作業します。まあ今年初めてだからね、不手際があるかもしれないけど、まあとりあえずやっていきます。ニンニクってね、収穫した後干すんだけれども、まあ、それに当たってね、根っこを切るのね、根っこ。これはハサミでね、根っこ切っていきます。バチバチと。これを300個繰り返すと。なんかめんどくさくなってきたな。でもこれやんないとダメらしいんで、とりあえずね、真面目にやっていきます。で、これちょっと、ふにゃふにゃってべちゃべちゃしてるんで、これはまあ自分で食べるようにね、上を切っちゃって、人にあげたりしないで完全な自家用として脇に寄せときます。これ大きいね、結構ね。この根っこは後で畑に戻します。結構ニンニクってさ、土壌消毒の効果あるらしくて、植えた後、ね、後作に大根を植えると大根がすごく肌が綺麗になるんだって、青森県の横浜町、陸奥の方に横浜町ってあるんだけども、そこの農家さんに教えてもらってね、まあ、今回は大根を植えるんじゃないんだけど、人参植えようかなと思ってるんだけども、まあこの根っこにもね、多分殺虫殺菌の作用があると思うんで、畑の畝の間に巻いとけば虫よけになるかなと思って、で巻くことにします。で、根っこをね、切り終わったら何個かでさ、束にして結んでいきます。紐でね、俺は麻紐あるから麻紐でやるんだけども、ちょっと持ったままじゃ難しいんで下でやるね。こういう感じで、これで5日間ぐらいね、天日干しします。外に干します。で、その後、まあ、薄皮むいてきれいにして、まあ、人にあげたり売ったりします。まあ、初めてだからね、まあ、どうなるかわかんないけども、これでやっていきます。で、その干す場所が後ろの方で、あそこね、あんな感じでね、どこだ、ここかね、どんどん干していきます。なんか急にね、雨マークがつき始めたんで、天気予報で急遽ね、小屋の中に持ってきました。2階の方にね、コンテナを3つ重ねて、物干し竿を並べて、まあ、固定するために発泡スチロールだったから置いてるんだけども、で、かけときました。で、ここだったらね、雨降っても関係ないから、まあ、大丈夫かなと思います。そっちの窓、あと後ろの方にね、窓あるから、ここ開ければ風通しも良くなるから、まあ乾きやすい環境かなと思います。でね、今年のニンニクなんだけど、これ多分赤サビ病だろうね、これが出ちゃいました、全般的に。まあそれでも収穫は問題なくできたし、生育もできたんで、だいたい M サイズ、L サイズあるかもしれないな、大きいやつ。M から L サイズが揃ったんで、まあ平均して1個100円ぐらいで、まあ、売るとすればね、売れるかなと。それは300個なんで、まあとりあえず3万円か。ちょこっとした面積だけど。で、この何十倍の面積が山にあるんでね、そっちも楽しみだなと思ってるんだけどもね。まあでもこれほとんど大きいのは知り合いのね、知り合いっていうか親戚の居酒屋にね、おろそうかなって。うちのニンニクなんか美味しいって言うからね。うん。まあそこにやろうかなと思うんだけども。まだ土がついてるよね。まあ乾いてからね、薄皮剥いで綺麗にして、
またちょっと根っこ残ってるけども、この根っこ取ってね、引き渡したいなと思います。結構ニンニクね、あの土壌消毒にもなるから、前先ほど喋ったけれども、あの大根、ニンニク植えた後の大根を植えると、線虫がなんかいなくなるのかな、殺虫成分あるとかなんか分かんないけども、教えてもらってね、大根きれいになるっていうから、まあ大根は植えないんだけども、俺は人参植える予定です。金時人参で、人参もね、あの根っこぶ線虫って、線虫によってね、あのコブがいっぱいついたりするんで、多分ニンニクの匂い成分、香り成分でさ、線虫がねいなくなってると思うんで、綺麗にできると思うんでね、それ期待してね、金時人参巻いてみたいなと思っています。ニンニクはね、すごく簡単にできるんで、やってみてください。もしね、あの皆さんの家庭菜園で虫がいっぱい出る、病気がいっぱい出るっていう畑があったら、これをニンニクを植えてみることをおすすめします。一旦土壌消毒っていうことで、薬ではないからね、食べ物だから OK、 無農薬なんで大丈夫。まあ秋口に植えて、次の年の梅雨入り前ぐらいに取る感じでやればいいんじゃないかなと思います。米ぬかで埋めとけばそこそこの大きさ育つから、結構おすすめです。簡単です。簡単でした。今年初めてやったけれども、だからみんなやってみてほしいなと思います。